皆さんこんにちは。テレビやネットで見ない日はないというくらい大人気で大活躍されている人気アイドルグループスノーマン。スノーマンは2020年1月22日にデビューした9人組グループです。2012年の結成当初は深澤辰哉さん、佐久間大介さん、渡辺翔太さん、宮舘涼太さん、岩本照さん、阿部亮平さんの6人組で、名だたる先輩ジャニーズのバックダンサーを務め、舞台などでも活躍をしていました。クオリティの高いパフォーマンスを毎回きっちり見せてくれる彼らは先輩たちから信頼を集め、様々な現場に引っ張りだこでした。さらにファンからも職人と例えられるほど実力を持っていました。2019年1月には関西ジャニーズジュニアのメインメンバーとして活躍していた向井浩二さん、パフォーマンスに定評のあった元宇宙シックスの目黒蓮さん、ジャニーズ歴は浅くとも多くの人から才能を評されていたラウールさんの3人が加入し集大成になります。3人の加入について最年長の深澤辰哉さんは、スノーマンというグループが今よりも大きく、そしていろんな人たちに知ってもらえることを信じてと語っていました。深澤さんのその言葉の通り、9人で掴んだデビュー以降、彼らは快進撃を続け多くの人に知られることとなりました。そんなスノーマンの最大の武器はダンスとアクロバット。デビューシングル放題曲 DD は激しいダンス、リンクした動き、ド派手なアクロバットと彼らの魅力が全部詰まっており、名刺代わりとも言える楽曲と言われています。しかも DD のような正統派なパフォーマンスから、キッシンマイリックスのようにゆっくりだからこそグルーヴが難しいダンス、君の彼氏になりたいのような変わり種まで何でもこなしてしまうことからも、彼らのスキルの高さがわかります。またバラエティに富んでいるメンバーが揃っているのもスノーマンの魅力です。それぞれが違った魅力を持っており、誰か一人必ず刺さるメンバーがいることも多くのファンを獲得している理由の一つです。そんなスノーマンはデビュー4周年を迎え、最新シングルの MV がいずれも1000万回以上再生されるなど、2024年もますますその勢いを加速させています。またグループの YouTube チャンネルも登録者数318万人を突破するなど絶好調です。そんなスノーマンメンバーの間ではとても仲良しコンビやカップルが多数存在します。9人もいるので、その組み合わせは多様なんです。今回はスノーマン人気コンビランキングをご紹介します。12位は伊達作です。宮舘涼太さんと佐久間大介さんのコンビです。宮舘涼太さんと佐久間大介さんは表立ってイチャイチャすることは少ないですが、とても仲良しコンビです。静かな宮舘涼太さんと元気な佐久間大介さんは真逆ですが、仕事に対する真面目さ、考え方は似ています。一緒にご飯に行ったり長電話をするほど仲がいいそうです。宮舘さんと佐久間さんはお互い距離があり、氷河期の時代もありました。しかし滝沢秀明さんの話してみたらという提案で仲直りしたそうです。11位は兄弟コンビです。岩本照さんと向井浩二さんのコンビです。岩本照さんと向井浩二さんは顔が似ていて兄弟みたいと言われています。向井浩二さんのお兄さんと岩本照さんが似ていることから、テルニーと向井さんは呼んでいます。スノーマンデビュー当時、緊張で震える向井さんの手を握って岩本照さんが落ち着かせたことがあるそうです。10位は岩舘です。岩本照さんと宮舘涼太さんのコンビです。岩本照さんと宮舘涼太さんはお互い分かり合っている2人と言われています。岩本さんと宮舘さんはジャニーズ歴が長く、心底話せる関係です。岩本さんは頼れる兄貴的存在ですが、宮舘さんの前では甘えた弟感も出すようです。9位は阿部深です。阿部亮平さんと深澤辰哉さんのコンビです。阿部亮平さんと深澤辰哉さんは2004年8月にジャニーズ事務所に入所して以来、15年間ジャニーズジュニアとして活動してきました。ジャニーズで同期が同じグループでデビューすることは珍しく、下積み時代から強い絆があります。年上の深澤さんのボケにしっかりツッコミを入れる阿部さんは遠慮がなくいい関係です。滝沢歌舞伎では阿部さんと深澤さんの阿部深が歌う Maybe は心地よいハモリで、仲の良さが伝わってくる歌声と言われています。8位は岩作コンビです。岩本照さんと佐久間大介さんのコンビです。岩本照さんと佐久間大介さんは、僕らニコイチだからと自分たちで言っており、ニコイチ岩作
とも呼ばれています。2人はスキンシップが多く、ファンの間では付き合っていると言われています。岩本照さんは一見クールの寂しがり屋、佐久間大介さんは陽キャで相性がいいです。スノーマンの中でもダンスが上手い岩本さんと佐久間大介さんは気が合うようです。7位はメメラウです。目黒蓮さんとラウールさんのコンビです。目黒蓮さん、ラウールさんはリアル弟が焼き餅を焼くほど仲良しのようです。スノーマンという実力派グループにラウールさんは10代で抜擢され、不安を抱えていました。そんなラウールさんを支えたのは目黒蓮さんです。滝沢歌舞伎でいっぱい泣いてしまったラウールさんを慰めるために目黒さんは駅まで送ったという話はファンの間ではとても有名な話です。6位はめめ鍋です。目黒蓮さんと渡辺翔太さんのコンビです。目黒さん、渡辺さんは共通点が多く仲良しコンビと言われています。目黒さん、渡辺さんはお互い甘えることができる存在のようです。またスノーマンの中でも目黒さん、渡辺さんはビジュアル、歌唱力ともいいライバル関係と言われています。恋は岩深です。岩本照さんと深澤辰也さんのコンビです。スノーマン家族のお父さん、お母さんと呼ばれているほど保護者的な存在の2人です。実際岩本照さんがリーダーで振り付けも担当しているし、深澤さんも MC を務めていて最年長なので2人でグループを一つにまとめている感があります。一方プライベートでは仲良しな2人だけでライブに行ったりしてるようです。打ち合わせもしていないのに全く同じコーディネートの私服を着てしまうなど、かなりの仲良し度高いです。高校も同じ日の出高校だったので友達の年長って感じで気楽なのかもしれないですね。4位はめめ阿部です。目黒蓮さんと阿部亮平さんのコンビです。2021年雑誌モジョにて読者が選ぶスノーマンランキングでめめ阿部コンビが1位を受賞しました。普段クールな目黒蓮さんですが、阿部さんには常に大きな愛をアピールしていると言われています。そんなアピールがファンから評判良いようです。構図的にはラウールさんが目黒さんに片思いし、目黒さんが阿部さんに片思いしているといった一方通行の愛のようです。阿部さんと絡む目黒さんは本当に幸せそうです。3位は阿部作です。阿部亮平さんと佐久間大介さんのコンビです。引っ込み思案だった13歳の時の佐久間大介さんに阿部亮平さんが電話をかけて友達になり仲良しになったということです。2人でラッドウィンプスのライブを見に行ったり、ハワイに遊びに行ったりするほど仲がいいのです。2人は共通点ゼロの両思いコンビと言われています。阿部亮平さんは頭脳派優秀アイドル、佐久間大介さんは感覚派のおちゃらけアイドルで正反対だからです。引っ込み思案の佐久間大介さんが馴染めるきっかけを作ったのは阿部亮平さんなんです。また阿部さんは佐久間さんのポジティブさの影響を受けて前向きな思考に変わったそうで、お互い相乗効果があったようです。阿部作の評判をネットで検索してみたら、ほっこり平和な二人、二人は地球のすべての愛おしさと尊さを濃縮してくれたと絶賛されていました。2位はゆり組です。宮舘涼太さんと渡辺翔太さんのコンビです。コンビというか絆が深すぎると言っても過言ではありません。産婦人科病院、つまり自分たちが生まれた病院が一緒であり、幼稚園の同じクラスで地元が一緒、そして同じアイドルグループってすごすぎますよね。こんな偶然は神にしか与えられていないコンビというかカップルです。幼稚園のゆり組出身の2人なのでゆり組と言われています。クールな宮舘さんとテレ屋の渡辺さんはあからさまな愛情表現は少ないです。ですが25年以上の長いお付き合いですので、誰にも邪魔できない深い仲だと言われています。1位はめめこじです。目黒蓮さんと向井康二さんのコンビです。やはりなんといっても有名です。こちらのコンビはアイアム冒険少年という人気テレビ番組出演していた2人です。ナインティナインの岡村さんが司会を務める番組で、スノーマンからは2人がレギュラー出演をしています。毎回チャレンジが面白く、2人の仲良しぶりも見れます。目黒さんと向井さんはスキンシップ大好きでよくイチャイチャしています。目黒さんが他のメンバーと仲良くしていると向井さんは激しく嫉妬するそうです。いかがでしたか。今回はスノーマン人気コンビランキングをお伝えしました。目黒さんがたくさんランクインしていました。目黒蓮さんが人気というのもあるのでしょうが、人から好かれメンバーと柔軟に関わっているということなのでしょう。仲がいいスノーマンですので、どのコンビも最高です。
ファンにとってはメンバー同士の仲良しな絡みは眼福です。アイドルとしての彼らではなく、若い少年のような彼らの一面がメンバー同士の関わりではよく見られます。特に YouTube ではメンバーのみしか出演されていないので、メンバー同士の絡みをよく見ることができます。また冠番組であるそれスノーマンにやらせてくださいでもなかなか見られないコンビの関わりが見られますよ。何気ない絡みを見たい方はコンサートをおすすめします。歌やダンスをしながら、トークをしながら直接見れることも最高ですが、たまたま横にいたメンバーにちょっかいを出す姿など、テレビなどでは見られない絡みを見ることができるかもしれません。スノーマンにはグループ全体での活動だけでなく、コンビの絡みや活動をこれからもたくさん見せてもらいたいですね。大活躍なスノーマン、これからの活動にも注目し応援していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけると嬉しいです。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。